こんにちは、かくすけです。今回からはこのビッグファーマっていうゲームをプレイしていきます。まあ、早速やっていきますが、なかなか難しいゲームですね。私も先ほどですね、チュートリアルだけ全て終わらせましたが、まあ復習としてね、もう一回チュートリアルやっていきます。なかなか難しいパズルゲームになるんですかね。いらっしゃいませ。はい、どうも。ということで、このゲームは薬工場のをいろいろね、こうやってコンベアとかいろいろ置いて、いい薬を作っていっぱいお金を儲けましょうっていうゲームですね。いろいろゴールがあるらしいです。まあ好きなように作れるモードもあるみたいですけど、まあ、これは全部クリアするまではやるつもりはありません。やっぱパズルゲームっていうのは自分でやった方がね楽しいと思うんで、半分ぐらいかな、それくらいやって実況は終わりにして、残りはそれぞれいろいろ考えながら遊んでくださいっていう感じでやっていこうと思います。で、なかなか頭を使うゲームでしてね、英語なのがねちょっとね、チュートリアルしながら実況っていうのは結構難しそうだったんで、一応全部やりましたが、まだ全然分かっていません。で、まずチュートリアル1では、ペインキラーのね鎮痛剤かなのお薬を作っていきます。ここにあるのが材料で、まあこれの紹介の順番にやっていきましょう。まずここにですね、ここにね、この2つゲージが見えると思います。上にあるのが赤いゲージ、下にあるのが緑のゲージですね。ちょっと分かりにくい方もいらっしゃるかもしれませんが、で、現在の数値っていうのが4なんです。なので左から4番目、1,2,3,4 番目に白いマークがついていると思います。で、この赤い部分と緑の部分にこの白いのを来るようにすると、この赤い部分に乗ってるときは赤い効果が出て、緑のところは緑の効果がに乗ったときは緑の効果が出るということになります。んで、まず緑のところに乗せたいので、一つこのゲージを右に動かしたいんですよね。で、そのために使用するのがこちらのこの装置だそうです。はい、これの説明を見てみると、インクリーズコンネルバイ1って書いてあるので、一つ右にずらすっていう意味があるんですね。なのでこれを一回通しましょう。ここからね、材料が出てきてこっちに入っていく感じ。はい、見てみましょう。この数値が出ましたね。これがずっと右にずれたのが分かると思います。まあ、今の一瞬は見逃したかもしれませんけども、1個右に移動してこの緑のものが作用したということになりますね。で、これによってペインキラーの効果が出たと。で、上にある赤いものは副作用としてね、あまり起こってほしくない効果なので、今の状態がベストですね。ペインキラーの鎮痛剤の効果だけで出て、上の副作用はないという、このインデュキ系これなんという意味か分かりませんが、そうなんです。今日はスマホをですね、研究室に忘れてきたので、ちょっとね翻訳サイトを見ながらのプレイができません。で、こちらがですね、ピルプリンターですね。ここで、カプセル、ピルにしますね。カプセルに入れることができます。はい、では実際に時間を動かしてみましょうかね。はい、で、もう一回見てみましょう。この動く様子、1個右にずれてるのが分かると思います。で、ここでキュッとキュッと、今はい、ここに出てきましたね、カプセルが。これが鎮痛剤、私が作ったお薬になります。で、このお薬にはね、自分で名前を付けることができますけども、まあ、チュートリアルズペインアウェイっていう名前でいいでしょう。
OK ということで、はい、チュートリアル1をクリアですね。こうやって作っていくんですね。まあいろいろいい効果のところにバーを動かして、最後は梱包というかカプセルに入れて終わりと、出荷して終わりという感じですね。はい、次にアップグレーディングキュアーズ、アップグレードしていきましょう。で、ちょっと工場が狭すぎるので、こうやって買いましょうと。まあ英語なんですけども、ちょっと日本のね、円というお金の単位にしています。ちょっと分かりやすいようにね、ちょっとかっこ悪いですけども、ドルでやった方がね、英語に合っててかっこいいと思うんだけどね。で、まあ動いてるけどいいでしょう、チュートリアルの間くらいね。で、さっきはこの材料が最初から準備されてたんですけども、ここからは自分で材料を準備します。でも今回も同じ材料ですね。こちらのアバエフェメという青いね材料、このペインキラーとインクインデュケーズナージナウジー読み方わかりませんけども、この2つの効果を持っている。はい、この材料を置きます。でですね、でこの材料を見てみて、ペインキラーという文字の上にカーソルを乗せてみると、多分この動画カーソルは表示されてないんじゃないかな。でカーソルを乗せてみると、今乗せてます。7から10お薬マークっていうのが出てますね。これをすることによって、ちょっとアップグレードした効果を出すことができます。今は4なんですけども、7から10のどこかに上げると、このペインキラーの効果がアップグレードされるっていうことですね。ということで、このね、一つずつ右にずらすこの装置をいくつかつなげて、はい、いくつかつなげ、これでいいのかな、いくつかつなげて、そのアップグレードした効果をつけてみましょう。こうやってこうやって3回ということは3つ右に動くってことになりますね。一つずつ見てみます。はい、ここで1個右にずれました。で、ここでもう一つ右にずれました。でも副作用もね、効果が出てしまいましたね。でさらに右に行ってみると、おや何も起こらないか。でもすでに OK っていうマークになってますね。じゃあ、でもね、 OK だけどまだっぽいから、もう一個さらにつなげてみるみたいですね。すみませんね、まだ私もさっきチュートリアルしたばっかりでいまいち理解はできていません。はい、じゃああと1個、ちょっと遠回りですけど、ここに来るまで待ってみましょう。この辺はね、実況向きではないんですけどもね、まあのんびりやっていきます。まだまだわからないことだらけなんでね、いろいろムズムズするかもしれませんけどね、私のちょっとずつのね、学習する様子も見ていただけると。はい、ということで上がりまして、インシズミユレまあ読めない、これにねアップグレードしました。ちょっと水色になりましたね。はい、ということでこれアップグレード完了ですね。それでは先ほどのように、カプセルに詰めて出荷しましょう。で、こうつなげて、すみませんね、ここにね、外に出るようにつなぎました。はい、ここで梱包してね、ここね、ちょっとずつね、色が変わったりしてるんですよね。薄くなったり、黄色くなったり、これも何かの法則があって色が変わったりですね。 OK、 これで新しいお薬完成です。この新しいね、効果を持ったお薬が完成しました。でも一応ね、さっきのと違って副作用もあるということになってしまいましたけども、まあ強いお薬ができましたね、さっきより。これでもう OK なんじゃないかな。チュートリアル2コンプリートです。よし、それじゃあチュートリアル3に行きましょう。ここら辺から私はちょっと怪しくなってきます。そうです、この先ほどね、ここに材料入れたんですけども、
新しい材料を入れたいなということで、これをね、虫を取りに行きます。このドラゴンみたいなね、頭の虫をね、取ることによって新しい材料が手に入るらしいです。で、一人の探検家をねちょっと出したいんですけども、今は誰もいないので、こちら右上5000円で一人雇います。1日に50円かかるみたいですね、この人を雇うには。で、一人雇ったので、はい、一人行かせました。今 0%、2%、5% で、ちょっとずつね、上がっていって、もう放置してたら多分終わらせてくれます。何かしら見つけてくれると思います。それと同じようにですね、新しい機械をね、開発する開発者さんもいるみたいです。いや、この感じ作る人っぽいですね。うん、機械系の開発の人かな。うん、この人も同じように3000、こっちの方が安いんですね、を雇って、まあ、あっちの方が密林とか行かせるから危険なのかもしれませんね。はい、雇って、こちらもね、ワンマンスで行けるようになるのかな。右下に書いてありますけども、この四角のね、まあ、18%、 結構早いですね。こっちよりも早いんじゃない、進むのが。まあ、同じ感じでやりました。で、待つ間にですね、ちょっとこちらの変化をさせましょうと。これ一つね、うん、お薬はね2ターン分使うんですよね、作るのに、梱包するのにはね。ですので、同時進行させてしまおうということらしいです。こうやって2つ並べてベルトコンベアをつなげてやると、今隙間が1個ありますね。しかし、しかしです、一緒に出てきてね、左右、うん、こうやって間、New ingredient discovered、なくなるっていうことですね。はい、走行してる間に新しい方法2つ両方終わりましたね。ということで、はい、この、なんでしょうね、液体ね多分さっきの虫の液体でしょうね。これをなんとか材料にして、うん、これからお薬にしていきます。さらにこちらのね、新しい機械も完成しました。これはどういう効果があるのかな。ディクリージングザー、左に3つ動かすっていう効果を持ってるみたいですね。はい、次どうすればいいって、あ、新しいさっきの材料を使って新しい薬を作ってみましょうということですね。で、こちらがですね、もうすでにこちらの副作用が、効果が発生しているんですよね。ナローズパープピリルス翻訳したいな、どういう意味だろうな。で、これがいい効果なんですけど、まだあともうちょっと右に、1個右に動かしたら副作用も消えて、こちらのいい作用が出てくるってことでしょうね。それではインポートで、うん、入れました、材料。それではやっていきましょう。まあ、右の方にね、書いてある通りにつなげていきます。チュートリアルだからね、こういうの書いてくれてるんでしょうけどね。心配ですね。チュートリアルが終わったら、どうなるのか。これは、一つ左にずらすんですね。なるほど、1個一旦ずらすんですね。とりあえず時間省略のためにある程度コンベア流しておきましょう。で、これがなんかすごいんですよ。これがなんだっけ、3つ左にずらすんです。ここでね、今、1つずつ左にずらしていて、ここです、ズイーンと動きましたね。それによってここのね、あ、しまった違います。それによってここがね、文字が変わったんですよ。一つ手前がこちらの
デリバー、デリーバース、はいはいはいっていうやつが、ここでは、プリーズ・アンジーナーみたいな名前に変わりましたね。これでアップグレードされたことになります。アップグレードってさっきも言ったんだ。あ、うん。ここでアップグレードされましたね。さっきもしましたね、アップグレード。で、一旦左にずらすことで、これをアップグレードができたんです。だけど今ではね、副作用だけ残ってるから、もうダメなだけの薬なんですよね。ですから、ここからまた右の方にずらすことによって、いい効果だけを残して副作用をなくす。っていう作業を、こっからね、やっていきます。これを1個置いて、1個置いて、1個置いて、最後にカプセルに詰めると。OK。ちょっと止めましょうかね。その変化を見ていきましょう。こうやって、あ、そっちじゃないよ。違うよ。こっちに、こっちじゃないんだ。あれ？あ、しまった。やらかした。こっちから出てくるのか。じゃあ1個ずらさないといけないな。ムーブで、こっちだ。で、こっちも。1個ずつずらすことになるんですね。やっちゃったやっちゃった。ほい、で1個ずらす。で、もう消して、なんだなんだ、変な出方しますね。こっから出てきて、こっちに入って、こう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 出荷されるってことになりますね。じゃあ見ていきましょう。ここでね、ウィーンと左に行って、効果が変わって、ここに今から入ってきます。で、1個右にずらす。さらにここで、はい、1個ずらす。で、さらにここで、1個ずらすことによって、このトリースなんとかがね、うん、作用されました。でもね、もうちょっと右に行った方がね、私としては作用が消えていいと思うんですけど、手取り合いですから、この状態で終わりってことになるんでしょうね。だよね。もうちょっと変えた方がいいと思う。はい、はい、名前つけて終わりになりますね。手取り合い3クリアです。今回の動画でチュートリアル全部終わるかな。これまだだよね。さっきの3だったよね。うん、それですね。今、おい、さらにね、すごい効果を編み出しましょうっていうチュートリアルです。ここでね、うん、どんなことし、あ、次は今、ペインキラーからイースス・マージン・ブレンっていうのに変わったので、さらに次をね、このアクティブ、うん、アンチ・セイジュア、うん、それを作りましょうというゴールがありますね。目的があります。これがね、さっきのやつですけども、うん、今回はまたペインキラーの方に戻って、これをさらにいいものにしようということらしいです。で、このイーセスミユミグラインっていうのを、2つ、ま、何かと混ぜ合わせるのかな。ちょっとカーソルがないから分かりにくいと思いますけども、これの一つ上の四角ですね。で、15から18にしたら、この装置を使って15から18にしたらアップグレードできるんじゃないかなっていう予想が立てられていますね。じゃあ実際にやってみましょう。なんだこれは。なんだったっけ。はい、新しい場所をね、作ってくださいっていう感じですね。これで、んで、うん、ペインキラーをね、さらに強く、うん、なんか新しい効果、新しい材料ができてきてますね。これは混ぜ合わせろってことかな。うん。まあ、とりあえず、ペインキラーをね、さっきのさらに一つアップグレードした状態にしたいので、今回ね、新しい機械ができてます。これは3つ右に一気にずらせる装置ですね。これを置いて、一気にね、
アップグレードしてしまいましょう。まだ足りないかな。右に連れたけどまだペインキラーのままですね。ですのであと1個これをつなげて、ほい、うん、つなげて、ここで多分ペインキラーから他の名前になると思いますですね。ここまではねさっきやったのと一緒ですね。うん、でその次です。なんかここここでここにするためにはここで15から18って書いてある隣、なんか丸がね、丸イコール丸みたいなマークが見えると思います。これ多分混ぜ合わせろっていうことですね。ですので混ぜ合わせる作業をします。でさっき新しく出てきてたこの原料が混ぜ合わせろっていうことですね。これとさっきのこれをね混ぜ合わせます。ということで、はい、混ぜ合わせる装置。ここら辺からね私あまり理解できてないんですよね。とりあえず混ぜ合わせることは分かるんです。違う、こう、うん、あ、違うこれで、うん、ここに入ってきますね、この材料が。あ、時間このチュートリアルで終わりかな。で、はい、この2つの材料が今混ぜ合わされて、こうやってね、4つになったんですよね。多分ここにあるこの2つと3つ、どれかが消えて4つになるんですよ。どんな理由でこれが消えたり消えるのかよくわかんないんですけどね。これが消えましたね。エンジケース、うん、多分なんですけども上からね3つ、うん、とこの4つ欄がある中で、これ上3つが埋まってるじゃないですか。これは下2つが埋まってるんですよね。多分一番片方しか入ってない方ものはその片方のものが入って、両方にあるね、この3番目のこの3番目の2つはどちらかは残るってことでしょうね。混ぜ合わせるマークがあるから混ぜ合わされても残ってるのかな。いまいち分かりません、なぜ残っているのかがね。こちらが、はい、ではチュートリアル進めていきましょう。うん、これによって何かしらなりましたね、合わさりましたね。Great job! ありがとう。で、今のこの状態だと、そうです。これをね、アップグレードさせたいんでしたね、この効果を。で、混ぜ合わせるのはもう完璧。混ぜ合わせたので、次は15から18の間の値にしましょう。ってことですね。ちょっと狭いんで広くしましょう。そして、これ一気にね、右にずらすやつ。うん、うん、お、3つやることによってはいはい、一気に3つに動きましたね。ただこれがね15から18でしょ、今12だからここで15になるんじゃないかな。うん、はい、15になってさらにあと一段階したら変わるんですかね。15から18の間でちょっと動かしたらっていうことかもしれませんね、ひょっとしたら。うん、そんな気がする。よし、ということでこれ新しい効果になりました。このイージズなんとかからアンチなんとかに変わりましたね。これが目標だったんですけども、まだね、なんかはみ出したまんまでね、あと3つほど左にしないとこの効果が現れないんですよね。ですからあと3つ左に動かすんじゃないかな。これで、ちょっと待ってよ、どっから出てくるんだ。こっから出てきて、ここに、ここに入れるのか。うん、
で、こっから入ってきて最後梱包して終わりですね。 OK。 あー、チュートリアル2回やったら分かってきました。ちょっと OK、 これで出来上がりになると思います。これでね、左に行ってこの効果が出てきましたね。で、これで梱包して終わりと。難しいですね。ただチュートリアルだからね、言われてる通りにするだけでいいんですけども、自分でこれを考えろって言ったら絶対に難しいですよね。ということでコンプリート。で、時間が来ましたので、今回はここで一旦止めようと思います。次は5ですね。ザ・シェイカーですね。よし、それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。